あ、お姉さん。いつもありがとう。お水、かけてくれる？やった。うわぁ、冷たいお水。すごく美味しい。うん、そうだね。体にかけられるよりは、根っこの方が、嬉しいかも。うん、そう、そこそこ。すごく気持ちいい。ありがとう。本当、ありがとう。こうやってさ、お水かけてくれるのもそうだけど、危険な植物だからって人間から処分されそうだった僕を助けてくれたじゃん。こうやって植え替えてくれた。うん、大丈夫。前の場所よりもこっちの方が気に入ってるよ。静かだし、人も来ないし。うん、こうやって二人で会えるんだったらどこだって言える。うん、日当たりなんか気にしなくていいの。その気になれば、ほら、こうやってツル伸ばして光が当たるようにできるんだ。ねえ、ところでさ、聞きたいことあるんだけど、いいかな？その腕の毛が、どうしたの？隠してたって、すぐにわかるよ。お姉さんのことだったら、なんだって。だって、お姉さんは僕の大切な人だから。もしかして、人間のせい？ひどい。こんな優しい人は、傷つけるなんて。ああ、ごめん。僕が怒ってるのは、お姉さんにさ、意地悪なことした人間だよ。優しいんだね。臆病なんかじゃないよ。すっごく優しい。驚かせてごめんね。ねえ、手、出して。いいものあげる。え？うん。そう。種だよ。魔法の種。これをさ、意地悪してくる人間に飲ませて。小さな種だから、大丈夫。こっそり飲み物に入れよ。バレないよ。これを飲んだら、どうなるか？
なんで相手は、お姉さんの思い通りに動く。お人形さんになるんだよ。お姉さんの言うこと、どんなものでも逆らうことはできないんだ。立派なしもべだよ。え？そんなことしたら、ダメ？人を操るなんて、良くないことは。ねえ！なんでそんなこと言うの？僕はね、お姉さんのために言ってるんだよ。お姉さんのためを思って、こうやって種も出した。なのに、なんで僕を否定するの？もっと素直になろう。お姉さんだって、本当は仕返し、したいんでしょ？ずっと偉そうな顔してた人間が、自分の奴隷になったら、気持ちいいでしょ？なんで違うって言うんだ？本当の心は隠さないでよ。もういいや。ごめんね。逃げられないよ。ツルで縛っちゃった。大丈夫だよ。怖がらないで。痛いことはしないから、安心して。お姉さんを、素直にしてあげる。これがさ、さっきと違う種なんだ。これをさ、お姉さんに飲んでもらうんだ。違う違う。操り人形なんかしない。だって、お姉さんの幸せが、僕の幸せなんだから。この種はさ、お姉さんの欲望、解放してくれるんだ。つまんない我慢なんて、やめようよ。自由になろ。ほら、あーお。大きく口を開けて。ああ、噛んじゃダメ。ほら、ちゃんとあんして。もう、はばれちゃダメだよ。さあ、僕の種、隠して。
今さ、お姉さんの子がお腹の中で目を出したんだって。ほら動いてる。どうぞ、元気な欲望いっぱい溜まってたのね。ほうほう、体が熱くなってドキドキしてゾクゾクする。お姉さんはね、今から生まれ変わるんだよ。ねえ、どんなことしよっか。お姉さんがしたいこと、なんでも言って。ママ、世界はね、お姉さんの思い通りだよ。ぐちゃぐちゃにしちゃおう。